入山亜紀子の巡り合い見聞録、巡り合いゲストのコーナーです。このコーナーでは私入山亜紀子がさまざまな業界でご活躍されている方と巡り合い、その方の貴重な人間模様、人生物語をお伺いいたします。さて今回はこの方と巡り合いました。医療法人一光会ホスピタリティハウス訪問看護ステーション青い鳥施設管理者でいらっしゃいます訪問看護師吉田真紀子様、そしてもう一方、同じく訪問看護ステーション青い鳥所長、訪問看護師でいらっしゃいます北野真澄様です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は施設管理者でいらっしゃいます吉田真紀子さん中心のお話を伺っていきたいと思います。でもそばに北野真澄さんいらっしゃいますのでぜひお声を出しながら、はい、この番組進めていきたいと思います、はい、まずは吉田様、はい、ご自分でプロフィールを自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、今現在ホスピタリティハウス青い鳥と訪問看護ステーションの管理者してます吉田真紀子です。出身地は入間市で現在も入間市の方に住んでます。看護師、看護学校を卒業後、大学病院の方で勤めてから結婚を機に入間市の方に戻ってきまして、現在の青い鳥の方で働かせていただいてます。はい、そうなんですね。大学病院を経験された後に、でも生まれも育ちも入間市ということで、はい、今入間市で勤務というのは嬉しいですよね。ね、もうずっとこの入間に根付いていらっしゃるという、ね、そうですね、そんな雰囲気がいたします。なんか聞いたところによりますと、今お勤めの訪問看護ステーション青い鳥さんに、まあ、一緒にずっと働かれていたり、縁があった北野さんをお招きしたのは吉田さんだったと。はい、そういったこともあって、はい、今日お二人一緒にご出演いただいてるんですが、非常に仲のよろしい感じが伝わってきまして、はい、明るくこう会話をなさっているので、すごくいい明るい職場なんだなっていうのが見受けられました、はい。職種の内容としては、はい、まあ、どんな職場ですっていうのも含めて、ちょっと皆様にご紹介していただけますか。はい、はい、まず訪問看護市は皆さんも、まあ、よくというか以前に比べてはよく耳にするかなと思うんですけども、基本的に、まあ、自宅の方に看護師の方が行っていろいろなケアをする、職種となってます。青い鳥では、小児の方はちょっと今訪問は行ってないんですけども、まあ、成人から高齢者、あと、まあ、さまざまな疾患、精神障害の方の訪問も、積極的に、行っています。でもう一つの、併設でありますホスピタリティハウス青い鳥、看護小規模多機能居宅介護という施設の名施設になってます。でこれは、地域密着なので、本当に入間市の方が、優先的に使える、地域に根付いた施設となってます。でこの施設には、訪問看護、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、ケアマネージャーが、いる施設でして、まあ、青い鳥のスタッフが登録していただければ同じ顔のスタッフが、訪問したりですとか、あと施設の方来た時にそのスタッフがいるっていう、利用者さんにとったら本当に家族のように、はい、生活がそのスタッフとできるような本当に何だ温かみのある施設になってます。そうですね、はい、なんか伺いますと本当にまるっと全てをこう見ていただけるような雰囲気がありまして、はい、安心して、じゃあ自分はどこに行ったらいいのかってお迷いの方はそちらのどこかに伺っていただくと、じゃあ ここでとかこういうタイプにしましょうかっていうのはね、ご相談できるっていうのは強みですよね、はい、そうです ね、今実際に入間市で、はい、訪問看護なさってて、はい、まあ、本当に大変ですしお忙しいなと思うんですけれども、いかがですか、今私が身の回りの方を拝見していると、
独居というか、はい、あの家族はいても遠く離れているとか、うんうん、いろんな事情があって、うんうん、お一人で暮らしているっていう方がたくさん見受けられるんですけれども、はいはい、そうですね、やっぱり多くなってきてますね、うん、あのやっぱ入間市の中でもこう地区によって、はい、多分ちょっと特色があるので、割とこう駅から離れたそれこそ金子とか宮寺とか少し田舎の方になるとやっぱり家族がいる方、うん、何世帯かで住んでる方がいらっしゃるんですけども、やっぱり駅の近くになるとやっぱお子さんが都内とか地方に行ってる方が多いのはすごく事実かなと思ってます。そうですね、はい、まあ、その方に関わる上で、はい、まあ、気をつけてらっしゃることとか、はい、いろいろ管理者というと、はい、働いていらっしゃる方も一緒に見ながらっていうのでね、うんうん、のいろんな面でご苦労が多いと思うんですが、はい、まあ、そんな中ででもなんかね、はい、こういうエピソードがあって、うん、まあ、やりがいを感じたとか、うん、そういったものがあったらぜひあの教えていただきたいなと、まあ、ちょっとこれと言って今すぐ出てこないんですけど、でもやっぱりこうなんだろう、ありがとうって、はい、うん、感謝されて、まあ、それが利用者さんであったり、はい、ご家族、多分そういうスタッフがいるから、例えばお母さんは家に、ね、いられるんだよとか、はい、まあ、そういう言葉をいただいた時に、多分、うん、まあ、私以外のスタッフも本当に良かったなって感じることなのかなって、はい、ね、まあ、時にこうやっぱりね、こういろんなことがあるので、こう怒られてしまったりとか、はい、なんか多分嫌な思いをして帰ってくるスタッフもいるんですけど、でもやっぱり最終的には本当に感謝を、はいはい、されるのがすごくわかるので、うん、そこは本当にこうやりがいを感じるところかなと思います。そうですね、はい、もう家族に近い存在になりますよ ね、はい、私もあのいつも周辺にいてくださる方を親戚と呼ぶんですが、まあ、でも同居はしてなくって血のつながりはなくとも、うん、もう欠かせない存在になってくるっていう、うん、その中でのありがとうっていう感謝の気持ちは本当に大きい励みになりますよね。さあ、そんな吉田さん、はい、なぜ看護師を目指されたのかその部分をちょっと伺ってみたいなと思います。はい、ですね、まあ、きっかけは、まあ、もともと多分こう人と関わることが多分好きだったんですよね、はい、で、あの本当に 大家族というか、あのおじいちゃんおばあちゃんとみんなでなんだ生活をしてきたので、はい、本当人と関わることが好きで、そこに、まあ、中学校の時に担任だった先生がすごくこうボランティア活動だったりとか、はい、その障害のところが、に力を入れてるたまたま先生で、一緒にこうボランティア活動を見に連れてってくれたりっていうのが本当にきっかけで、そこから、まあ、介護とか看護っていうところに興味を持つようになって、はい、まあ、なんだろう、どうせなるならというか、なんだったらやっぱ看護師さんになって、うん、いろんな人と、はい、うん、関わりたいなってところがきっかけです。はい、なるほど、もう人が好きっていうところが、ね、ありますよ ね、 ねえ、もういいことも悪いこともあるけれども、うん、その最後のね、感謝のありがとうっていうので救われるっていう意味では、はい、やっぱり人が好きでないと、うん、そこまで、ね、できないっていうか、はい、うん、近くに来ますから ね、はい、ね、訪問看護なんかご自宅で ね、うん、そうですね、もう普通の生活をなさる方の、うん、うん、ことを考えるっていうのは本当に大変なことだし、うん、はい、でも逆にありがたいことだなと思いますね。はい、嬉しいですね。うん、北野さんずっと喋ってらっしゃらないんですけども、ちょっと声を出していただいて、ますよね。あの吉田さんとこう職場がね、前回働かれていた病院からご一緒だったというところもあって、ね、ずっと吉田さんを見てらして、はいはい、北野さんから見た吉田さんっていうのはどんな看護師でいらっしゃいますか？看護師としてですかね。人としてどちらでも結構ですよ。そうですね、看護師として言うなら、はい、まあ、私が病んだ時は見てほしいぐらい、うん、すごく優しい看護師さんだと思いますね。そうなんですね、うん、優しさがね、優しさがね、はい、やっぱり、うん、なんだろうな、元から溢れてる気がしますね。照れちゃうかもしれないけど、まあ、そういうとこあるかなとは思ってます。人としては、はい、よく私怒られちゃうので、怒られるんですか？意外にきっちり仕事はきっちり、
プライベートはちょっと抜けてるっていう感じがすごいあるので、まあ、最高の相方です、はい、ですよね。だからあの管理者になるべきしてなったという感じですよね。そうです ね、 そうですね。真面目でらっしゃる、私無理だったのでいいと思います。本当そうなんですね。でもそういう北野さんも所長でいらっしゃるので、ね、お二人で二人三脚で、ね、困ったわけですね。はい、はいね、でもあの一行会といいますと、うん、やはりあの小林病院さんがあって、はい、うんうん、そしていろんなこうあのデイサービスができたり、うんうんうん、本当にあのまるっと見てもらえる、うんうん、私の父も20年間ずっとデイサービス、うんうん、引き受けていただいて58で右半身が全く麻痺になりましたから、うんうん、最後車椅子でしたけれども、でもあの訪問看護の方にやっぱりその看護の知識を持って見ていただくのと、はい、で毎日のケアでデイサービスで楽しく遊ばせてもらうっていうのがまたね違ったりもするんですけれども、そういうあの施設が本当に充実してるんですよね、うん、そこが私今日お話をして、はい、そっかということでね、あの私もずっと遠ざかってるので、はい、本当にあの発見だったんですけれども、うんうんうん、皆さんに売りとしたらやっぱりこの部分じゃないですかね。そうですね、うん、看護小規模多機能、多機能、多機能、はい、これを寒多機と言います。寒多機と、ね、略された時にそれは何ですか、はい、ですかね。伺ってしまったんですけれども、そういうことなんですね、はい、からまるっととあのいろんなことを見ますよっていうことで、はい、料金 の、 あの、うんうん、体験もね、はい、いろいろ他とも違ってはいますけど、うんうん、その中にものすごくあの、うん、保険的な安心っていうのが ね、 す、 ねすごく買えるんだなっていうのが分かりました。ちょっと、うん、どうしようかなって迷ってらっしゃる、うんうん、あの今困ってらっしゃる方がもしラジオをお聞きになっていたら、はいはいはいね、あの、うん、ぜひこうしてくださいっていうようなことねありましたら、はい、そうですね、まあ、いろいろ本当に看護とか介護とかあのそれこそどんなサービスがあって、それこそ保険、介護保険って何だろうって思う方が、まあ、当たり前ですよね、一般の方は当たり前だと思うので、はい、あの本当に相談だけでも全然お電話いただいてもいいですし、本当にうちの施設は、看護師も介護士も本当にみんな優しくて、はい、本当に明るいスタッフばっかで、はい、あのまあ、今登録で使っている方々も本当に何だろう、うんうん、安心して暮らしてるんだなっていうのが本当に分かるぐらいアットホームな施設になってますので、はい、本当にあの使う使わないあの別として、はい、あの相談いつでも受けたまりますので、うん、電話いただければなと思います。嬉しいですね、はい、ぜひ皆様ですね、ちょっとこう今なんか困ったことがあったり、うんうん、連絡してみようかなっていう方は、うん、こちらのホスピタリティハウス青い鳥さんまで、はい、ぜひご連絡をお待ちしております、はい、ということでした、はい、心強いですね。ありがとうございます、はい、さあ今日はですね、いろいろもう施設のことに関して、はい、そして吉田さんのね、あの人間性というかね、本当にあの看護を目指された時から今優しいという言葉が出ましたが、やっぱりその優しさが看護かなというふうに思って今拝見しておりました。最後ラジオをお聞きの皆様に何かメッセージをお願いします。はい、そうですね、まあ、入間市の、まあ、地域密着ということで、まだまだあの青い鳥の名前を知らない方々も多いかと思うんですけども、場所は入間市博物館のアリットというところの横にありますので、すごく分かりやすい場所にあります。気軽に立ち寄っていただければいいかなと思います。あとはまあ介護で困っている方、本当に一人で悩まず、本当今いろんなサービスが出てきてますので、本当こんなこともしてくれるんだって、よくなんか看護師さんなのになんでこんなことしてくれるのって結構言葉が出るんですね、はい、でもなんか私たちって本当何でも嫌じゃないですけど、本当にできるので、本当そこはなんかとりあえず聞いてみる、その、はい、ダメ元で何でもやっぱ口にしていくことが、大事かなと思うので、そこはもう遠慮せずにいろいろ聞いていただきたいなと思います、はいはい、あとは今
あの看護師と介護士さん、はい、あの募集しておりますのでじゃあ免許をお持ちの方ね、はい、このラジオ聞きになったら、はい、うん、青い鳥で働きたいなと思う方がいたら、はい、あのお電話いただければなと思います。はい、はい、募集もかかりました。ね、今日は本当にいいお話が聞けました、はい、ありがとうございます。はい、来週も引き続きまして、はい、この巡り合いゲストに医療法人一行会ホスピタリティハウス訪問看護ステーション青い鳥から施設管理者の吉田真紀子さん、そして所長でいらっしゃいます北野真澄さん、お二人にいらしていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。